皆さん、おはにちはのこんにちばんはなのだ。リズムコミュニケーターの森ブーです。イエイ、ね、今回のシリーズはシェイカーヒーリングということで、盛り上げたらダメですよって言われてですね、前回から喋り方を若干変えております。今回もシェイカーヒーリングにふさわしい揺らぎな F 分の1安らぎのリズムの声でお届けいたします。シェイカーヒーリング2、命と癒しのママ音です。シェイカーヒーリングでは、このシェイカーの ランブルの音、重要と言われています。このシェイカーのサーという音、聞き覚えありませんか？この音は皆さんがお母さんのお腹の中にいた時、最初に聞く音と言われています。その最初の音はお母さんの血の流れ、血流音なんですね。この血流音のサーという音で気持ちが安らぎ、そして次に聞く音がこの音です。思い出しましたか？そうです、心臓の鼓動、ハートビートですね。ここからはアシスタントのアール子さんに血流音を奏でていただきましょう。アシスタントのアール子さん、かつてお二人のお子さんをお腹に宿していた時に子供に聞かせていた血流音を奏でていただいてます。この血流音と心臓のハートビートで安らぎと癒し、そして愛情を子供たちはお腹の中にいる時から感じて生まれてくるんですね。我々は生まれてきた後はさまざまな苦しみや逆境を乗り越えて生きていきます。そこでこの安らぎと癒しのハートビートとシェイカーのランブル音で時々癒されてください。どうですか？癒されましたか？次のシェイカーヒーリングはその3、グルーミングのリズムです。それでは次回のリズムハートチャンネル、シェイカーヒーリング、グルーミング、
楽しみになさってください。ハートビートとシェーカーのランブルで命と癒しのママ音でした。楽しんでください。癒されてください。